手は膝をしっかり抱え込むようにします。意識としては膝がおでこにぶつかるようなイメージですね。そっくり返るようになっちゃうと頭から落っこっちゃってる、これで落ちて怪我をするリスクが高くなります。相手に押されてバーンとひっくり返ることもあります。ですのでしっかりと引きつけて顔と膝がぶつかるようなイメージで引きつけます。それから続いて試合で実際に使える段蹴りの蹴り方を教えます。こういう構えから行って